スラバのスノーショー。この夏、魔法の雪が日本に降り積もる。創作演出スラバポルニ。世界30カ国以上、120を超える都市で500万人以上動員した体感型パントマイムショー。世界各国で数々の演劇賞を受賞し、各地から絶賛の声が届いている。It was great. I loved it. This is the third time I've seen it, so I'm a very big fan. I love the snow. It was very, very exciting. I thought it was absolutely fantastic. It was the best experience. Very good. Fun. Good interaction. Brilliant. Oh my goodness, it was fantastic. I really, really loved it. Incredible. We all loved it. Unbelievable. The best show I've ever seen. So magic from beginning to end. You've got to come to see it. Thank you so much, Slava.道化師会の巨匠スラバ・ポルニ。1950年ロシアに生まれた彼は、チャップリンやキートンといったコメディアンに憧れて育つ。サンクトペテルブルクに移ってパントマイムの修行を積んだ後、自らの劇団を結成し、93年にスラバのスノーショーを企画する。その演出方法は世界で絶賛され、あのシルク・ド・ソレイユの演目アレグリアにも取り入れられた。一方でアカデミー・オブ・フールズという芸術活動を主催し、その拠点としてパリの郊外にムーラン・ジョーンと呼ばれる施設を運営し、毎年芸術フェスティバルを開催している。そんな彼のスラバのスノーショーがこの夏、東京と大阪にやってくる。心が躍る子供のような笑い声と喜びのため息が波のようにやってくる。世界各地で大絶賛の嵐を巻き起こしたスラバのスノーショー。チケット絶賛発売中。